レンです。はい、今回はねシュプリームのウィーク6、6週目の、はい、ドロップリストのちょっと紹介一緒に見ていきたいと思います。ってことで、すいません、先週ねちょっとできなかったので今週こそはと思ってて、まあね、ちょっと今週はビッグコラボが来るじゃないですか。なので結構心の中では楽しみにしてます。で、今回ねこの何のコラボかというとアンダーカバーでございます。待ちに待ったっていう感じで、ちょっと前からリークはされてたんですけれども、まあ、結構待ちに待ちましたね。前の時は18年の SS だから今23年の SS、 5年も待ちましたよ。5年はでかいですねやっとなんですけど、個人的にはアンダーカバー物によっちゃ結構好きで、東京行った時もアンダーカバー行ったんだけど、まあ、たまになんかちょっとさ変わったデザインとかあるから T シャツとかは結構いいなって思いました。でもね、私たちちょうどその東京行った時もまあ気に入ったアイテムがなかったので購入しなかったんですけども、シュプリームアンダーカバーコラボといえば、まあ、2015年の SS、2016年の FW、2018年の SS で今回っていう形で、2015年の時はね、皆さん覚えてますか？このハンドがめっちゃついてるやつですね。結構わかる方多いじゃないでしょうか。はい。私実はね、そのフーディー一回持ってて、なぜかというと、2017年とか18年の時に、ニューヨークのランド2の方でタグ付きで、サイズ M だったからな、400ぐらいで買って、たんですよね。でもちょっとサイズがちっちゃくて手放しちゃってっていう感じで、もうそれ以来、はい、出会ってないんですけれどもね、いい価格で、まあたまに高いね、結構するお値段で見たりするけど、まあ、ちょっとなフーディーにこんなかけるのかっていうのはあって、はい、買えずって感じです。まあね、2015年といえば結構クマちゃんのとかあって、まあ、クマのとか状態良かったら結構今でも私その T シャツ欲しいなと思ってます。で、次が2016年の FW、 その時は私も店舗に行きました。はい、とね、確か B さんがその時販売されたアナトミーの T シャツ持ってて、はい、着てたかな、覚えてるちょっとそれは覚えてるけど、あとなんかピエロのやつとかもあったよね。それ、ステッカーにもなってたし、あとね、私ね、その時の思い出が結構変なことしてたんだけど、発売日はもちろん行って、その次の日の朝をね、確か1時間前ぐらいかな、並んでたんですよね、お店の開店前から。で、お店入ったのは良かったんですよ。1組目で入ったんです。確か前かな、2番目とか3番目だったかな。で、入って30秒で見せてた記憶がありますね。欲しいものがなかったって即出ました。店員も、え？みたいな顔したんですけど、そんな思い出がありまして、次が2018年の SS。その時はパブリックエネミーとのコラボで、まあ、その時も T シャツは良かったかな。だけれども、多分なんですけど、結構ジャケットとか、結構派手なデザインで、個人的には好きだった。あと今思うと結構かっこよかったんじゃないかなと思うんですけど、アメリカではそのね、ジャケットが多分ね分厚かったからか、ちょっと残ってしまってセールに行っちゃったんですよね。それが多分原因だったからのか、5年ぐらい空いてしまったっていう、多分ね私の推測なんですけど、そんな感じがしております。皆さんアンダーカバーはどう思いますか？まあね、今来るなっていう感じなんですけど、今回もまあいいアイテムはあると思うので、はい、一緒にチェックしていきましょう。はい、では一緒に見ていきましょう。今週ですね、ウィーク6で、はい、何が出るかというと、まさかのね1位は、はい、バブルヘッドですよ。まさかのね、私結構これプレビューの方見て気になってたアクセサリーではあって、まあ、バブルヘッドといえば最近さ、バブルヘッドで結構人気だった日本で、大谷翔平のバブルヘッドが人気ですよね。これこれ見た時ありますか？これですちょっと私検索かけたんだけど、人気ですよね。私は個人的に全然野球わかんないんですけど、好きな人は、あ、ごめんなさい、猫がね、好きな人は欲しいアイテムですよね。で、なんかね、まだここ今、シュプリームコミュニティさんも見てて、値段は今ね、この撮影時ついてないんだけれども、多分130くらいなのかなって思います。はい。ダメダメ。そう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 。で、次が、
それを出してほしい。うん、で次がアンダーカバーのフェイスティー。やっぱこれ人気だよね。やっぱサップって書いてるし、まあ、よく見たら顔がついてるのか。ちょっと見ようか。まあ一枚さらっと消えていいね。シュプリーム着てますっていうのが分かるね、これは。うん、いいね。で次が、まああったら欲しいかな、これは。次がチェーンジッポ。昔はね、結構ジッポ出るたび買ったんですけど、まあチェーンはいいかな。でもこれチェーンだけでも使えそうだね。うん、実際見てみたいけど、まあ個人的には買わないんで、ちょっとまだ買わないかな。おー、アンダーカバーのアンタイユーラグ。あー、ラグ出るのめっちゃ久しぶりじゃない？ほら、前のパブリックエナミーの時のコラボの時も、あのラグ出たよね。あの、覚えてます？黒黄色のやつ。あれもかっこよかったけど、今回もいいね。デザインが結構好きですね。こういうちょっとパンチのあるデザイン、うさっちゃんで、ああ、してるんですね。いいですね。これはいい。うん、でも多分高いからね。300とかじゃなかったかな、確か。うん。で、次。これやばくない？え、私個人的にこれやばいよ。で、アメリカでだけどうなんだろう。ちょっと気になるけど、これルパンやばくない？個人的にはちっちゃい頃ルパン見てたので、これは買いかなと思います。かわいい！黒ですね。黒が欲しい。うん。これは狙いたいかと思います。で、次が、アンダーカバーのタグティ。ちょっとこれもデザインがちょっとあれだけど、なんか遠目から見たらなんか唇がちょっと垂れてるようなデザインに見える、個人的にね。かわいい。うん、まああれかな、もう2つの T シャツがなかったら買おうかなって思うかな、うん、個人的に。で次がアンダーカバーのフラネルシャツ。はい、あー、こんな感じなんだ。え、でもこれ可愛くない？この赤のチェックで、ここのちょっと落ち着いたチェックの方が可愛いですね。後ろは、あ、ここについてるんだ。うん、悪くはないです。悪くはない。うん、ちょっと今猫ちゃんがいるんでね、ちょっとお話ししながら猫ちゃん触ってます。で、これは、あー、ちょっと違うかな。これやばくない？ドラゴン、ちょっと T？ それアンダーカバーじゃないけどさ、これもさ、プレビューで見てて、ちょっと気になってたアイテムではありますね。おー。いいじゃん。これかっこよくない？普通に。ありですね。ありです。多分ね、B さんもこれかっこいいって言うと、こういうの私たち結構好きだから、もうこれあり。あ、でも、いいねが320ついてんだ。じゃあ結構かっこいいと思ってる人も多いんだね。うんうん。で、次がアンダーカバーの、レイヤードジーンズ。あ、これかっこいいじゃん。でもね、高いだろうね、これ。あー、これ乗ってたで、ね、乗ってたね。取り外し可能ならありだね。ってことは、これ取り外して、シャツは着れないのか。あー、そういうこと。この色合い可愛くない？ありあり。でも、このパンツの、この正面の方にさ、アラビックが入ってるじゃん。それやっぱ目立つって言ったら、黒はちょっとさりげない感じだから、このベージュか、やっぱこのブルーのデニムの色ですね。まあ、この色が一番人気になるんじゃないかと思います。はい。で、次はアンダーカバーのベルトウエストバッグ。あー、これちょっと攻めすぎじゃない？これはちょっと攻めすぎでしょう。ちょっとなー。あー、そっかそっか。これはちょっと攻めてる。あー、でも好きな人は好きだろうね。で次、トレンチジャケット。おー、あー、このタイプは、こういう感じのタイプは、プレビュー的に、なんだっけ、あろうなっちゃうんだけど、モーションロゴのやつがちょっと気になったから、まあ、そっちを着たいかな。うん、チェリース
のサイドパネル、あ、かわいい。結構昔だとさ、チェリーのデザインとか出てたけど、チェリーのデザイン出るのは久しぶりですね。うん、かわいい。これ個人的に好きです。はい、続きまして、アンダーカバーのアンタユーフーディセッツシャツ。あ、これあのさっき見たラグと同じデザインですね。へー、え、これ私結構好きかも。うん、あ、でこの背中とかちっちゃくアンダーカバーと書いてる感じなんですね。うんうん、え、これ結構好きな人多いんじゃない？私だけかな。これいいと思うよ。うん、全然ありかと思う。で、次がこれいいんですけど、こうで、あ、待って待って、泣いてる猫が。で、次がアンダーカバーのトラックジャケット。あ、これはちょっと違うかな。で、次、あ、もう一個あるんだ。アンダーカバーのフットボールトップ。あー、ミャミャ、おいで。で、あー、これはちょっと違うかな。これはちょっと違う、個人的に。個人的にね、好きな人もいいと思うけど。で、次が、あ、え、ジップアップなんだ。あ、黒とか可愛いんじゃない？へえ、これはあり。うん、ありですね。ありでございます。あ、え、これってさ、どうなの？このジャケット、これは、ちょっと待って、そう、ちょっと待って。猫が泣いてる。ちょっとちょっとちょっと、あ、これ取り外し可能じゃないの？え、てかさ、ここにスタッツって結構攻めてるね。パンクな感じでいいんじゃないの？これ高そう、かっこいいけど。うん、あ、LA はちょっと、これちょっと暑いな、もう。けどかっこいい、これ。私は結構好きだな。あー、でもこのタイプだったら、やっぱこの別々になると難しいのか。ここの辺のスタッツもあるし、あれ、され取り外しってなると難しいね。まあ、しょうがないね。でも、好きな人は好きだろうな。これめっちゃ言ってるけど、まあ、ちょっと着る人は選ぶよね。でも黒かっこいいんじゃない？色合い的には好きですね。うん、まあ、ありです。はい、で、次はカゴパンツ。あ、なんか私結構カゴが好きなんだけど、多分このね、いろいろ今までの動画見てくれてる人はもう分かってるとは思うんだけど、結構ね、カゴ好きなんですよね。え、かっこいいんじゃん。パンツいいじゃん。うんうん。え、この色かな。私は買うならブラウンかな。うん、かっこいい。え、ありです。で、次は、あ、キャップすごい。ここにスタッツついてるんだ。え、かわいい。え、かわいいじゃん。なしではない。うん。なしではない。あ、これは普通レギュラーアイテムね。ネギライテのセーター、おー、これはあるかな。で、これ、あ、さっきあったね、ジャケットかな。あ、そうだね、このジャケットとセットで、おー、昔さ、アンダーカバーのコラボでさ、こういうセットアップとかあと、この A のマークついたやつだよね。そうだよね、覚えてる。うん、なんかだからローティーとかも出てたから、なんかそんな記憶がある。うん、黒、あ、青みたいな色があったかな。うん、で、次が、あ、これもあれか、セットアップみたいな感じなんだね。これちょっと、あ、で、さっきのカモのジャケット、へー、悪くない。なんかさ、このデザインを見るとなんか個人的にサウスとウエスト8をちょっと思い出しますね。かっこいい、好き好き。個人的には好きだけど、なんでこんなパッドが多いの。なんかさ、最近思ったけどさ、なんか最近のこのシュプリームのこのさ、ボーティングとか見てると、自分がいいと思うのと、全然なんか結構麻薬なことが多いな。ちょっと私も昔と違う、変わってきたのかな、こういう好きなものっていうかデザイン。うん、いいのにな。あ、こういうさ、トップスって結構ね、着るの、てか着こなすの難しいよね。でも悪くはないよ。そうね、たまに店員さんでさ、こういうのさらっと着てる店員さんとかいるじゃん。あ、かっこいいな。私は多分着れないから、こういう風に着こなせるのかっこいいなって、すごい思いますね。
へー、もうデザインも好きだからいいねしとこう。皆さんいいねしてください。なんでなんでなんで、こんなバットついて悲しいぞ。やめてよ、こんなバットつけるの悲しすぎる。という、はい、レビューでございました。はい、今週のドロップリストアンダーカバーコラボの、はい、紹介レビューいかがだったでしょうか。皆さん欲しくなりましたか、どうでしょう。とりあえず私なんですけれども、木曜日ね、はい、今日ね、今この撮影日は火曜日で、朝ね予約があったんですけど寝過ごしました。はい、あのね、朝方最近寝ちゃうので、なかなかね、あのね、ロサンゼルスタイムだと8時なのって、ちょっとね、結構、もういい感じで寝る時間なんですよ。あとね、パンダダンクローのリストックもあったんですけどね、過ごしました。やっちまいましたね。っていう感じなんですけれども、多分、行くとしたらドーバーストリートマーケットですね、変わらず。もう一個の店舗の方は良くあるのかな、ちょっとわかんないんですけど、私チェックしてないんですけど、まあね、日本の方はね、アメリカの状況を見てから購入できると思うので、まあアメリカがね、どんな感じになってるのか、また、多分買うとは思うのでね、はい、いろいろお伝えできたらいいなと思っております。でね、先週のさ、インサイドアウトカットだっけ？インサイドアウトボクソーがね、はい、あれなんですけどね、なんかさ、爽やかれてた割にはあまりなんかこのなんか波がすごくない？発売されてキューみたいな、ドーみたいな感じで結構下がっちゃって、えっと思ってびっくりしましたね。なんかさ、昔だったらああいうボックスオープンのやつって、ほらやっぱりちょっと持って寝かせてたら値段が上がったりとか、そういう傾向だったけれども、まあ、最近に関してはもうそういうの本当にないなっていうのがね、先週の、はい、発売でちょっとね、さらに感じましたね。ああいう感じのタイプのボックスロゴって言ったら、まあね、前なんかクルーネックのなんか買ったことだけなんかこう持ってるんだよね。こう、全然見えないようなボックスロゴ。あの時も、発売前もかっこいいみたいなこと騒がれてたけど、発売さ、なんか思ったよりもっていう感じで、その時はね、個人的に好きだったんだけど、まあね、好き嫌いあるかな。まあね、ボックスロゴが販売してすぐにアンダーカバーコラボの発表があったから、それも関係してるのかなと思ったりしております。まあね、どうなるか、またね。木曜日あたりに、はい、アップしたいかと思います。今回もご視聴ありがとうございました。今度がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた、じゃあねー、バーイ。